あどれを選ぶ？どうもパパです。6月4日はタケルちゃん誕生日、イエーイイエーイ。というわけで今日はタケルちゃん争奪戦を久しぶりにやりたいと思います。タケルちゃんの欲しそうなものを買ってきました。マジで？それをね、それぞれが持って一体誰を選ぶのか争奪戦やりたいと思います。タケルちゃんには目隠ししてもらいたいと思います。これ、うん、あ、あかんね。もう来るね。はい、それぞれじゃあたけちゃんのね欲しそうなものがあります。のぼばばが持つ商品はこちらでございます。たけちゃんの大好きなあれですね。そしてわたるくんはこちら、はい、たけちゃんはハマ兄弟でハマってるあれに使えるあれですね。はい、そしてどーももはこちら、まあ、たくさんのねこういうものが入ってますね。好きなやつですね。さあ一体誰を選ぶんでしょうか。いやそれでもきっとロモモも選んでくれると思うんやな。タケルちゃんは誰を選ぶか信じてるよ。ではタケルちゃん取ってください。目隠し取ってください。おっさあどれを選ぶ。ロモパパはレゴ、ロモママはたくさんのタケルちゃんの好きな、まあ、チョコレートとかも入ってるこのお菓子、お菓子。わたるくんは V ボックス、任天堂のプリペイドカード。さあさあ今見て、ちょっと、いやー、きっとタケルちゃんはね、パートをやってくれる。めっちゃ大まつりやん。これやで、これお母さんを選んでくれると思う。でも分かっとるやんな、本当に。ミニチョコも入っとうし、あとコーラ味のどんぐり飴と、あとコナンのチョコエッグと、そうや、新しいね、コナンのチョコエッグやで。あ、来た来た。これをプレゼントします。選ばれへんかと思う。お母さんのハグと会場のおやつです。ちなみにどっちやったの？2番目は2番目、うん、どっちもだ、誰が選ぶ。誰も1位。誰も1位。でもその中でもお母さんってことやな。海だ。だからこれはお父さんが。でもあれレゴを持とうにも関わらず選ばれなかった。レゴお父さんは選ばれな。ダメ。全部大きい。しょうがない。グリル。レゴ好きだ。レゴ好きだ。おおお。すべてよかった。この人は本当に。あげるだけ羨ましいな。まだも欲しいやな。欲しくない？お、1個だけもらった、もらった、よかった。1個だけ。よかったな。1個だけ。これが欲しいってだけで。どうするの？あげろ。めっちゃ考えた。なんで？もう終わっただけかわいそうやな。これもらっただけ好きやろ。あんな好きやそれ。じゃあよかったな。わたるこれ知っとき。これあげろ。じゃあ、わたるくんこっち来てください。いいこと？ここに座って、ここ座って。え、ちょっと待って、わざと相談するよ。じゃあ、バイバイ。バイバイ。じゃあな。絶対相談するよ。じゃあね。じゃあな。下でテレビでも見てくるわ。じゃあ、バイバイ。ちょっと目隠しで座っときよ。じゃあね。バイバイ。ゴリラのブッ。じゃあ、ロボパパから。絶対これ争奪戦やん。はい、タケルちゃんこれです。違うで。タケルちゃんこれです。とかほら、ロボママはそれですね。争奪戦しかないやん。違うで。はい、それでは、わたるくんマスクを取ってください。絶対争奪戦やん。目隠しを取ってください。
はい、ローマポンを選んだらこのプリペイドカードとローマポンからの中が与えられます。そしてロボマモからはこのレゴのねミニフィグ、ミニフィグ、こっちはお菓子いっぱい、タケちゃんと同じおやつがいっぱい入っております。さあさあどうする、誰を選ぶ。お菓子大盛りだよ、君の好きなミニフィグだよ。ほらこれゲームで使えるぞ。じゃあどうするんだい、どうするんだい、お願いお願い、こっち来て、どうする、完全にこれが欲しいんや。アケルちゃんだいぶ前だと、こっちはお菓子いっぱいだよ、太陽俺と同じ、アケルちゃんお母さんの前にいますけど、ほらチョコとか、さあどうする、さあどうする、さあさあもうそのそれの外して、目隠し外してんよね。あと10秒で決めな、全部没収やで、いいで、10、9、8、7、6、5、4、3、ファンの方ではありません。何それ、いつも一緒にお仕事をしている、そう、正解もウームの皆さんからいただきました。あげちゃん開ける、じゃあ一つ目、スミガンのおしゃれ、ちょっと待って、ディーゼルやん、ディーゼルの服、めっちゃいい服、ディーゼルっていう、お父さんも好きで買ったりするよ、みんなにすごいなって思われる、大人が見たら、ディーゼル着そうって、それぐらいすごい、ええー、な、めっちゃ羨ましいわ、お父さんもむしろ羨ましいなと思う、羨ましすぎるわ、お父さんもそれがいいね。お父さんのお誕生日もあるかもしれない、いや、お父さんの誕生日はロボバーワン T シャツもあったから、あ、でもだから今年よ、あ、今年期待してます。見ちゃった、見ちゃった、見ちゃった、これですね、あれ、え、なに、一緒ではないけど、あ、え、違うよ、あ、マイクラフトなんで、大変じゃが、レゴって、しかも、ま、マインクラフトも好きやから、レゴのマインクラフト、選んでくれたんや、あ、後ろ見て、めっちゃかっこいい、いや、お母さんがもうこれを買うときにちゃんとこのね、大きさからしてなんやろってめっちゃ持ち合わせなんでさ、悩んだんやな、そういや、でももしかしたらたけちゃんマイクラ好きやから、もしちゃんと見てくれてたらマインクラフトのやつ選んでくれてるんじゃないかとちょっと思って違うのにしたんですけど、よかったな、たける見てくれてるんよ、たけちゃんがいつもマイクラ好きや言ってしたいしたい言って、誰そっち俺、え、おかしな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 、同じだよ結局。ええやん、マイクラのレゴ見してよ、竹内ちゃん毎日マイクラ、かっこいいやんこれ、じゃあ竹内ちゃんなんて言うんですか、ありがとうございます、いい声が、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです、めっちゃ、こっちは親が、そして親だけど、いやいや、かなり
No. いや、お前、羨ましいわ。No. 羨ましいだろ。バオパパがかなり羨ましがってます。そしてこちら、マインクラフト好きやっていうのを覚えてくれてるんやなっていうのはすごい伝わってきました。大好きなレゴと大好きなマインクラフトのプレゼントありがとうございます。はい、というわけで、この動画少しでもよかったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。Twitter、Instagram、TikTok もフォローしてください。